どうも、ハイチーです。今回は4月の中頃に今なってきたので、まあ、そろそろ、来月来る定期テストとか、まあ、2期生だとね、6月になっちゃうんでちょっと先になりますけど、あ、勉強しなきゃなって思い始める時期なんですよ、そろそろ。まあ、そんな本腰は入れないと思うんだけど、で、じゃあ勉強ね、いざ始めていくと、ぶつかる悩みがあります。まあ、よく自分も質問をいただくとこではあるんですけど、何かっていうと、自分がやってるその今勉強法が、本当に自分に合ってんのかなっていう疑問ですね。この悩みにぶつかる方が出てきます。で、今回はその、自分が今やってる勉強法が自分に本当に合ってるかどうかをチェックする、そのチェック法ですね、を少し紹介していこうと思うので、気になる方はぜひね、最後まで見てみてください。で、今回はね、ちょっと宣伝、がっつり宣伝モードで本を置かせてもらいました。一生の武器になる勉強法。自分が勉強法の本を初めて書かせてもらった本なので、まあ、気になる方は下のリンクの Amazon か、書店でも売ってるんですけど、ちょっと置いてない店もね、あるようなので、まあ、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。では、本題ね、行きましょう。で、今回はまず大きく分けて2つ話します。まずは感覚、そして結果です。この2個からチェックをしていきます。で、ここを本題に行く前に、全員の方に頭に置いといてほしい考えがあって、それは、勉強法に答えはないっていう、ベストアンサーはないんだよっていうことを頭に置いといてください。これは何かっていうと、この勉強法をやれば大丈夫ですよっていう、もし勉強が決まってたら、みんなそれやればいいんだって。でしょ？でも、なんで悩むかっていうと、例えば A 君、みんなにとってじゃあ成績がちょっと頭がいいね、学年の子に勉強法を聞きましたと、その A 君がやってる勉強法があります。それを聞いたんで、やってみたんだけど、結果出ねえな、みたいな。ってあると思うのね。そうした時に割と、あ、自分がやっぱり才能がないというか、やっぱ実力がないんだな、みたいな凹んじゃう子がいるんだけど、そうじゃなくって、A 君にとってはこの勉強法が合ってるかもしんないけど、それが私にとって、みんなにとって合ってるかどうかは絶対それは限らないわけ。だからそこはね、頭に置いといて。で、それを前提としてぜひこの話を聞いてみてください。で、まず感覚からいくとね、これはもう感覚そのまんまで、みんな勉強するじゃん。してる時に、この勉強法自分に合ってんのかな？大丈夫か？これちょっと変えた方がいいんじゃないかなって思うんだったら変えるべきです。単純にこれでいいのかな？やり方は。例えば、じゃあ誰かが、そう、英単語は5回書いた方がいいって言ったとするじゃん。だから5回書いてんだけど、あれ？俺でも3回とかの方が合ってる気がするわ。これ5回でも5回って書いてあったから5回やるけどさ、みたいな。いや、それはもう3回やった方がいいんだよ。自分でそう思ってるんだったら。自分の感覚っていうのは大事にした方がいいです。これなぜかっていうと、勉強だけじゃなくて、スポーツとか、まあ、例えば吹奏楽、吹部の、例えば楽器演奏とかでもそうなんだけど、芸術とかもそうね。例えばさ、みんな、じゃ運動部の子をちょっとイメージしてほしいんだけど、顧問の人、まあ、コーチから、この練習メニューやっとけって言われましたと。で、確認するじゃん、練習メニュー。それがさ、え、これやって、俺、上手くなる？みたいな。え、これやったら私上達するの？って思う練習メニューをね、そう思いながらやっても上達しなさそうじゃない？これは、やっぱり勉強も全く同じで、え、これでいいの？って疑問に思いながらやるのってめちゃくちゃ効率悪いよね。結果に出にくいの。だったら、自分が考えてさっきのね、話に戻せば、5回じゃなくて3回って思うんだったら、それをやった方がいい。それが自分に合ってるんだから。で、そういった意味で、感覚っていうのをまず1個大事にしてください。もう1個は結果です。でもこれはわかりやすい。だってみんな、結果が出ればさ、テストの点数伸びた、模試の判定が上がったってなったら、あ、勉強は合ってんだなって思うでしょ、きっと。だから結果が全てなんだよね、言ってしまえば。この結果が全てなんだけど、すごくね、それも大前提として覚えておいてほしいことがあって、大体、どうしようかな、偏差値65ぐらい。高校受験だったらね、65以上の方であれば、大体そのゾーンはもう基礎が固まってるの、ほとんどの単元。基礎が固まってて、応用力の勝負だから、その世界は。だから、そういうことじゃちょっとね、話が別になっちゃうんだけど、そうじゃない方、まあ本当ね、50とか、まあ40代、50、まあ60前半とかの方は、自分のイメージだよ、は、どっかの単元は、例えば苦手単元とかの基礎はちょっと固まってないところとかもあるわけ。で、そういう方は、テストとか、模試で、一回こけただけだったら、あ、もうこれ勉強全然合ってないんだって思わない方がいいです。で、よくね、定期テストで、その一回結果が出ないと、あ、もう自分全然ダメだったわ、みたいな風になりがちなんだけど、自分がよく言うのは、二回連続で結果が出なかった場合、例えばもう、
現状維持現状維持とか下がった下がったとか、そういった場合は確実にもう絶対ずれてる、何かがずれてるから大きく勉強法を変える必要はあると思うんだけど、一回出なかったぐらいだったら勉強法を大きく変えない方がいいです。まあ、さっきの例え話に戻すんだったら、英単語5回ってあったじゃん。英単語を書いて覚えてた子がもう書かないで覚えるにしようみたいな、ガラッと変わってるでしょ、勉強法が。そこまではしない方がいいと思ってる。確かに結果が出なかったらね、何かはずれてるんだよ、勉強法の。ずれてるんだけど、大きく変えてしまうリスクってめちゃくちゃ大きいのね。であれば、今自分がやってきた勉強法、何かがずれてんじゃないかなとか、一例を挙げるんだったら、自分って勉強したことを忘れないっていうのがすごく大事だと思ってるのね。勉強っていうのは新しく覚えるっていう側面と、覚えたことを忘れないっていう側面、この2個をちゃんとバランスよくやることが大事だと思ってる。でも焦って勉強しようしようって思ってる子たちってどんどん新しいことやっていくんだよね。やってやってって、やったこと、昨日やったことちゃんと頭に留まってるかい？どんどん抜けるから、人って記憶が。でそれをやってしまうと、勉強は進んでるんだけど頭に定着してないから得点伸びないんだよね。だからもしそれがね、そういうパターンにハマってる子だったら、あ、反復の回数ちょっと増やさなきゃダメだなって。今まで反復ね、1週間後にやってたんだけど、まずやった次の日に1回やってみようとか、ちょっと変えるの、勉強法を、っていう風に修正する、勉強を変えるんじゃなくて修正するぐらいの意識でやった方がいいです。それでも2回連続で結果が出なかったら大きく変える必要は出てくるかもしれないんですけど、まずは、まあ、これからね、定期テストに向けて勉強法を悩む時もあると思うんだけど、最初の話、感覚の話ね、それが一番大事です。みんながこの勉強法をやって結果を出すんだって、この勉強法を信じてやりきるんだって思うことが大事なので、まあその辺、簡単なねチェック方法でしたけど、参考にしてぜひね勉強頑張ってもらえたらと思います。